はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。大和恵子様、おてる様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。東京地区支部長大募集であります。動画説明欄または私のツイッターから応募してください。足立区、江東区、中央区、世田谷区、西東京市、八王子市、千葉県浦安市はもうすでに支部長おりますんで、それ以外募集よろしくお願いいたします。ロウ戦争を受け日本政府、ウクライナって漢字で降格そうであります。ロウ戦争ですよね。ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案を3月1日に採決する方針だそうであります。衆院で3月1日に採決、参院で3月2日に採決の運び、判明している内容は国際法の深刻な違反である、ロシアによる侵略を最も強い言葉で非難する、即座に攻撃を停止し撤収するよう強く求める、などだそうであります。名指しを避けた中国非難決議よりきつい内容なんですけど、公明党が絡んでないとこうも違うのかって感心しますね。非難する遺憾以外のことも言えたんだ、そうなんだ。単にね、G7 と揃えただけではありますけれども、日本政府が発表したロシアへの制裁が、ロシア兵が占拠し勝手に国を名乗ってるドネツクとルガンスク人民共和国、人民共和国って名前付いたところくなとこないですね、なんだかね、との入国禁止、資産凍結、貿易制限なんですけど、これに対して、自民党外交部会、内容が弱い、批判、ロシア本体への制裁でないし、二国との貿易は始まってないし、入国者もいないだろうし、在日資産だってそんなにあるんか、元はウクライナですもんね、勝手に国名乗ってるだけで、なので弱いっていう批判は当然出てくる。なんと野党からも批判が出ております。相手が中国でないと途端に元気になるんだな。立憲、泉、断固として非難する。ロシアが国連常任理事国として資格があるのか主張すべき。維新、松井、対岸の火事ではない、自国はしっかり自分たちで守る決意と覚悟が必要だ。共産、田村智子、核の使用は被爆国として断じて認めてはいけない。まだ核使ってないですから、今やってる侵略そのものには触れてないですけどね。ここら辺が小ずるいとこかな。民民、なんて読むのこれ、奈良派さん、世紀の蛮行と言わざるを得ない。この文だと非難決議に反対するのは令和ぐらいかな。中国非難決議は令和だけが反対しましたからね。なんか新年わけのわかんない理屈をこねて反対してました。最も強い言葉で非難しても、ロシアは痛くも痒くもないんですけどね。制裁を担当するのは萩生田光一経産大臣だそうであります。ロシア経済分野協力担当大臣も萩生田光一経産大臣が兼務。25日予算委員会で、そのポストは今や必要なのか、質問がありました。ロシアと経済協力なんかしてる場合であんのっていうことでしょうね。日露経済協力の必要性が問題に、バカ騎士だ、国際法違反の行為が高い、コストを伴うことを明らかにするのが重要。なんかね、説明になってない説明でポストは残すと、らしいです。何言ってんだバカ、それ理由になっか、これ聞いて説明になってないって突っ込まない野党も動画してますけどね。佐藤正久自民党外交部長、
かたや強い制裁と言いながら経済協力を続ければ西側諸国に信用されない。江藤清史郎、江藤かな、外交調査会長。おかしいだろ経済協力をやめることで外務省幹部は領土問題解決の窓口を失うことを懸念だそうであります。どっちに痛手かわからない。死ねえんだろうね。ロシアは絶対にあの北方領土を返す気なんかねえよ。全然条約破りの常習犯だし、火事場泥棒ってあの大得意だし、まあ、返すっつっても約束しても全然信用できないですよね。ウクライナ侵略だって条約破り合意破りですもんね。外務省はね、あの手に入れた権限を失いたくないっていう気持ちでこれ言ってんのかもしんねえけど、官僚の言うことなんか聞くな、バカ騎士だわ聞くのは得意みたいですけど、外務省官僚はですね、手に入れた権限を失うのが怖いだけ、手に入れた予算を失うのが怖いだけ、どうせ返しちゃくれないんだから、返す気なんかねえんだから、ロシアへの各国の制裁をですね、中国共産党はじーっと見てと思いますよ今。で、あの大したことねえなって思えば台湾に侵攻するだろうし、尖閣や沖縄にもやってくると思います。ですんで、あのロシアへの制裁弱いものでまとめ上げちゃ困ると、台湾も困るし日本も困る。日本政府が発表した制裁のあの詳細なんですけど、ロシア高官の日本ビザ取らせない。まあロシア高官は日本にはすまねえし、こねえですよね。ロシア銀行の日本に預けてる資産凍結、そもそもほとんどない。そんなものは、輸出入の審査強化、軍需物資に限るだそうであります。政府はふぅ頑張ったみたいな感じ、やってる感出してますけど、ロシアにダメージゼロだよなこれ。なんだこのあのやってる感出しましたみたいな茶番はな。これに対しロシア駐日大使がですね、北方領土返さねえぞ、言い切ってるみたいですけど、あのもともと返しなんかねえんだから、こっちもダメージゼロですね。プロレスかな。困るのは予算を失う外務省の官僚だけで、どうってことないですね。26日国連安保理保障理事会、あ違うわ、国連安保理ですね、ロシア即時撤退を求める決議案を採決かけたところですね、ロシアが常任理事国の拒否権を発動し否決されました。ゴロツキ仲間の中国も棄権しました。ネットの反応です。なんだこのシャマン、当事者含めたらダメだろバカだろ、無意味すぎ、早めに国連解散しとけ。国連って何の意味があるんだ、クソの役にも立たない組織、常任理事国がやりたい放題、こんな不公平な組織はない。常任理事国に中国とロシアがいるんだからまともな組織じゃない。本来の常任理事国はソ連でロシアじゃない。ロシアは資格ねえんだそもそもっていうね、国連からロシアを追放しろ、これもいいんですけど、ロシア中国以外が全部脱げちゃうってのもありだな。誰の言葉か忘れましたけれども、力なき正義は無意味、正義なき力は暴力と、国連と日本政府がやってることは力なき正義なんでしょうね。まあ無意味と、ロシアがウクライナでやってることは正義なき力すなわち暴力、こういうことなんだろうなとは思います。もう国連なんか解体する、前々から思ってますけど、国連ってあの日本にとって害でしかねえんだから、帝国にとってはですね、もうあの有害そのものであります。今回のロシアの暴力で日露友好であるとか9条の意味であるとか核武装の必要性であるとか米国不信、国連不信などいろんな問題が浮き彫りになりましたね。時代の流れ、であって、まあいいも悪いもないんですけれどもね、抱えてた問題がいよいよ顕在化した、ロシアの発狂によって
って感じですけれども、問題を抱えるものはいつか必ず問題を起こすと、ターニャ・デグレチャフっていう人が言ってるんですけど、まあアニメの格言ばっか覚えてるのも、動画と思いますけどね。産経新聞記事、ロシア侵攻で救助を懸念紛失、共産は火消しに躍起と、救助で国を守れるのかという懸念の声が SNS などで増えている。松井一郎維新代表、共産党はこれまで救助で他国から侵略されないと言ってたのでは。確かに言っておりました。細野武史元環境大臣、救助で他国から攻められないノーだ、共産党のロジックでは他国のための憲法9条だ、参院選で9条改憲阻止を掲げる共産党が反応、まあ昨日から反応してんですけどね。シーカスを憲法9条の生命力は今日いよいよ輝いている。なんだその宗教みてえな、だから宗教って言われるんですよね、9条教ってね。なんだそれ。赤旗、野党共闘の勝利で救助改憲許さず、政権交代の足がかりを、ウクライナ問題、日本は救助を生かし力を尽くせ。どうやって救助を生かして、どこをどうやってウクライナ問題に生かせんの。何が何だよさっぱり分かんないですね。赤旗読んでる信者はこれでうんっていうのかもしれないですけど、洗脳されてない信者じゃない我々は何のことかさっぱりわかんない。全労連、ロシアに救助あれば侵攻は起こらなかった。じゃあお前ら何とかしてロシアに救助を採用させてこいよ。ネットの反応です。守れるわけねえだろ。日本を縛る憲法9条、平和ボケ倒し憲法、救助で守れたら黒線はその通りなんだよね。救助あれば国守れるって言ったら世界中で採用されてるはずだもんね。なんで葬式にウェディングドレスで行っちゃうような人と違ったことやんの日本だけが。世界中で球場なんてあんの日本だけっしょ。恥ずかしくねえのかな、葬式になんか純白の服着て行くようなもんでね。外国を守るためのものでしょう。日本のためじゃなくて敵国のためのものだって小学生でも分かってるぞ。救助を守ったら占領されるだけ、敵にとってこんな都合いい憲法はなーい、いうような意見ね。つまり護憲派は敵なんですよ。救助は侵略軍を守るためのもんだからね。立憲と共産と社民と令和は敵ですよ。朝日と毎日と日経と全部の地方新聞は敵ですね。テレビ局も全部敵、 NHK 含め、共産党の下部組織の学術会議も敵ですね。軍事研究絶対許さないなんて吠えてるぐらいだから、沖縄県知事は敵、静岡県知事は敵、ヘイトスピーチ条例なんて作っちゃって川崎市長は敵、作ろうとしてる相模原市長も敵、武蔵野市市長も敵ですね。でこいつらも敵ですね。ちゃっかりね、政教の石野っていう白髪のポニーテールの芝木隊に混じってるやつが横断幕持つ係やってますけど、こいつはどこにでも嫌がんな。敵が多いっすね。子孫のためにデトックス戦といかんですね。あるいは漂白、ちょっと洗脳し直しやから、漂白しないといけない。説得や話し合いは無駄であります。そんな時間もないしね。落選させとかテレビ新聞を利用しないことで消滅を図るのが帝国にとって基地であると思います。ロシア軍ことコノトプシで略奪開始だそうであります。コノトプシ、ウクライナ北東部にある小さい市らしいんですけどね。ウクライナ軍兵站に問題があるようだ。つまり食料と燃料に問題があると。ネットの反応です。ひゃっはー、
燃料をよこせ。プーチンも焦るわけだ。後先考えてないバカ。すでに末期症状。まだ2日目なのに燃料がないって。略奪強姦虐殺はロシア軍の伝統。いよいよロスケの面目躍如。プーチンはもう後がなくない。長年準備してたはずなのに略奪は草。元から現地調達の方針なんだろう。最初から奪う前提なんだよ。略奪強姦殺戮が始まる。ウクライナ頑張れ、超頑張れ。ロシア軍が行ったとこで略奪強姦殺戮がなかったところありません。殺戮っていうのは兵士じゃなくて民間人、非武装民間人のことですね。ただ黙って娘とか奥さんとか交換されんの見てるわけねえから、それは戦いますよ。そしたら男は殺される、こういうことでしょうかね。ウクライナ軍の発表なんで真偽不明ですけども、ロシア軍の戦車約40台が破壊された画像が乗っかってきておりました。燃料も食料も現地調達はロシアの伝統であります。ついでに条約破りもね、火事場泥棒も得意であります。開始2日目でガス欠ってすぐね陥落すると思って予備燃料なしで攻め入ったんでしょうか。あと食料も24時間パックとか言ってこういうような、レーションが大体各国で採用してるんですけど、それ2つぐらい持って48時間戦えますかなんつって、それで済むと思って行ったんでしょうか。勢力圏のドネツクから首都キエフまでの距離は約 700km あります。結構遠いな。東京から盛岡ぐらいまで行っちゃうかな。大阪はとっくに越しますよね。兵庫県越しちゃうかもしんねえな。戦車1台につき 700km だったらガソリン700リッター必要ですよね。こんなの運べんのかって話。プッチン、ウクライナを助ける国はどこであれ核攻撃するなんてすっげー威勢いいこと言ってますけど、これね困ってる証拠かもしれないですね。同時にですね、ロシアも核で滅びるっていうのを意味してんですけど、それ、侵攻は計画通り行ってなくて焦ってる、困ってるのかもしれないですね。短期間で講和し属国化すればロシアの勝ちであります。ゲリラ戦法で長引かせればウクライナの勝ちと。さーてどっちに転ぶのか。農耕以前、つまり狩猟やどんぐり拾ったり貝取って食ったりしてた時代は人による暴力での死亡者は 15% だったそうであります。死因の 15% じゃなくて人口の 15%。 その頃はね、最大で50人ぐらいの集団だったろうって言われてますけど、それだったら7人ぐらいはあいつ気に入らねえとか、あいつ働かねえとか、あいつがいると害であるって仲間に殺されてたのが 15% ぐらいいたそうであります。農耕が開始したら 20% に跳ね上がった。これは村と村がですね、農地を奪い合って殺し合いやった。つまり紛争とか戦争みたいなことが起き始めた。200年前は 15% でした。100年前は 5% が戦争や、人殺し、人が人によって殺されるっていうのが 15%、 100年前ね。現在は 1% だそうであります。犯罪や戦争は割に合わない、あいつ働かねえからっつって、殺しちゃうのはダメだっていうことを人類が学習した結果なんですけどね。ロシアのね、突然の先祖返りはもはや発狂って言っていいような気がします。ロシアの暴挙とか書いてあるの見ますけど、ロシア発狂に近いんじゃないか。これのおかげで9条が窮地、いろんな問題が浮き彫りになったのが救いですけどね。
まだまだ予断を許さないロウ戦争、今後も見ていきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。